皆さん毎度おおきに、ことのはあかねです。はいどうも、最近暑くなって脇毛が気になりだしました葵です。というわけでルームツアーです。ちげえだろ。今日は何をしでかすかっていうと、最近風水を意識しておしゃれに玄関周り作ってみたんだよね。その自慢だよ。いやちげえつってんだろ。チャリンコがどうとかの話だろ。相変わらず否定ばっかりだね。そんなんだからことのは脇毛って言われるんだよ。言われてねえし、お前のことだろ。そんでこの BMC だけど、こいつがこれからのメイン自転車になる予定のチャリだね。いきなりだな。なんでお前がこんなの持ってるんだよ。こないだ出かけたら駐輪場にたまたまノーロックで放置されててね。いやーラッキーだったよね。これが風水の賜物かって思ってありがたく保護しといたよ。こいつもうダメだろ。幸せになれる壺とか頭に巻くアルミホイルでも買っとけよ。まあ実際どうしたかっていうと、ちゃんと買ったやつだからね。盗んだやつかよ、死ねよとか思ったバカはいないと思うけど、説明しておかないと真に受けるバカがいるからめんどくさいね。バカがバカつって恥ずかしくないのか。むしろもっと罵って、バカじゃなくて変態かよ。ちなみにこの BMC はチームマシーン SLR3 つってフルカーボンだよ。全身カーボンだよ。全身擬態の元子もびっくりのカーボンだよ。こいつフルカーボン欲しい欲しいつってようやく買ったんやな。まあフルカーボンではあるけど、年式がちょっと古いんだよね。この触手レバー見ても分かる通り2015年製で、今から9年前かよ。このおっさんのお小遣いだとそのぐらいの代物しか買えないんやな。出た当初は30万円ぐらいしてたらしいけど、いくらで買ったかっていうと7万円で買ったからね。コンポのグレードが空だけど7万円だったらいいでしょ。ぶっちゃけ今回はこいつが BMC 欲しいとかほざいて買ったけど、メーカーこだわらなければもっと安いのがゴロゴロあったな。案外フルカーボン安いやんけって思ったよね。お姉ちゃんがこだわるのってトイレットペーパーくらいだもんね。こないだうちが間違えてシングル買ったら、ダブルと交換してこいって家に入れてもらえなかったよ。お前は新聞紙で鉄拭いてろよ。このタイヤからも年代を感じるね。今期のウルトラスポーツとか書いてるよ。今って確かウルトラスポーツの3とか出てるよな。2を飛ばして初代ウルトラだからね。アニメを3期から見始めて後から1期見始めるのと同じだね。同じか？みんなはゆるキャン3期見た？タイヤの状態が悪くなさそうだけど 23C って書いてるから細めだね。うちらは 25C をメインに使って次は 28C 試してみようと思ってるな。お姉ちゃんよかったね。今は太い方が需要あるんだってよ。デブのお姉ちゃんでも需要あるんだよ。そういえば BMC って BMI と似てるよね。お前いい加減にしろよ。サイズは51だね。このサイズってメーカーによって変わるから、51だから身長何センチまでとか一目でわからんよな。一応購入元のサイトでは適正身長165から175とか書いてたね。この適正身長もちょっとわかりにくいんだよな。靴履いた時の身長なのか素足の時なのかわからないんだよな。おっさんの身長が素足で177センチだから若干小さいんだよね。まあでもドロハン外してフラットバー化するし、ステムである程度はなんとかなると思うけどね。これは買ってから分かったんだけど、何気に UCI の燃焼あったんやな。え、コーヒー？UCC ではねえぞ。このもんところがあればツールドフランス出られるの？こいつが出られるのはせいぜいツールドバカぐらいやろ。そういえば今年はツールド東北出る予定だから、みんなも出ようね。おっさん一人だと寂しくて泣いちゃうよ。泣きながらチャリこぐって学校遅刻しそうなガキかよ。チャリ通学の人なら一度は経験あるでしょ。この辺のはもう経年劣化でボロボロになってるね。まるでお姉ちゃんのボロボロの肌みたいだね。とてもお前の場合言い出すんやろ。え、うちそんなこと全く思ってないのに、お姉ちゃん自分でそんな風に思ってるんだ。うちはいつでも白魚のような腹だと思ってるよ。お前のすげえところって一瞬で手のひら変えられるところだよな。ある意味才能？褒めてねえぞ。BMC のロゴは死ぬほどいろんなところに散らばってたよね。なんでか知らんけど、ロードバイクのロゴってメーカー問わず、どのメーカーも主張しまくってるよな。主張しないと死ぬってレベルでロゴ入りまくってるよね。これでもこの BMC はまだいい方だけどね。キャノンデールとかスペシャライスドとか長い名前のメーカーだと、なんかダセーなって感じなんだよね。上位グレードになるほどメーカーロゴの主張も大きくなってくるよね。上位グレードほどレースで使っていろんな人の目に入るからな。宣伝も兼ねてでかいロゴにしてるんやろ。お姉ちゃんも自分のプリンには名前死ぬほど書きまくってるよね。こんなに名前書きまくってバカなんじゃねえかっていつも思うよ。名前書きまくっても構わず食うのがお前やろ。ちなみにコンポな空ついてるけど、やっぱ空ってダセーじゃん。田舎もんじゃん。そのダサさを払拭する物がこれなんだよね。なんかまたチャリンコ出てきたぞ。このチャリは先月に東京行った時たまたま安いのあって買ったやつだね。先月買ったなら BMC いらんやろ。まあこのチャリは自転車が欲しくて買ったんじゃなくて、コンポが欲しくて買ったんだよね。コンポがアルテグラの6800ついてお値段2万8000円だったからね。コンポ以外は出し取った後の残りカスみたいなもんだよ。そのコンポを移植するって話かよ。ちょっと古いけどヤフオク見たら2万8000円では買えないからね。こいつを剥ぎ取って BMC に移植するよ。アルテグラの6800って言うとこのクランクがクセモノなんだよね。ちょっと前にシマノがリコールスリコイル出してたじゃん。このクランクそのリコールスリコイルの対象だったんだよね。普通にリコールって言えよ。リコールって言いにくくない？リコールスリコイルの方が言いにくいだろ、バカかよ。
リコールのこと知らないバカのためにうちが懇切丁寧に説明してやると、なんか破損するみたいだよ。懇切丁寧に説明して、ぶっ壊れるよ、だけかよ。まあパッと見大丈夫そうだったから大丈夫だと思うけど、どうすっかなって思ってるんだよね。大丈夫だと思うけどリコール品使い続けるってなんか嫌じゃん。気分の問題やな。一応モストのカーボンクランク持ってるからこれつけてもいいんだけど、こっちはこっちで古いからアームが5本あってダセーなんて感じなんだよね。お前の方がわがままばっかだな。こんなのどっち使っても同じやろ。プロは道具にこだわるんだよ。プロ、誰がや。このモストはメイケのガレージオフで3000円ぐらいで買ったやつだよ。プロはガレージオフとか中古で買わんやろ。このチェーンリングのボルトって外したら実はダイレクトマウントに対応してるとかじゃないよね。探した感じ対応したダイレクトマウントのチェーンリングなさそうだったけどな。重量が 729g でカーボンの割には結構重いな。重いよね、お姉ちゃんって。うちじゃねえよ。ちなみにプルシュカ号はジャスト 500g のクランクつけてるから、このままつけたら 200g 以上重くなるね。足回りの 200g って体感結構変わってくるやろ。下半身に肉がつくと確かに見た目変わるよね。お前このクランクで殴るぞ。ペダルもついてなかったから手持ちの余ってるやつ適当に使うよ。3つあって3つともハードオフのシールついてるのがなんとも貧乏ったらしいな。エコリユースだからね。エコだよエコ。エコって言うよりケチだろ。3つのうちどれを使うかだけど、左からサイズが小中大って感じだね。値段は全部500円だよ。まあせっかくなら重量軽いやつ使いたいから適当に重さ測ってみるよ。みんなも重量軽い方が好きでしょ。話によると昔はとにかく軽けど軽さは正規みたいな風潮だったけど、最近は重量よりも性能が重視されてるっぽいな。お姉ちゃんは体重が重ければおつむの性能も低いよね。いいとこなしだね。おつむの性能低いのはお前も同じやろ。うちの理論が加圧 100g 軽くするなら、出発前にうんこ出した方が軽くなる理論だからね。そういえばお前ってうんこ出した後、体重計で何グラム軽くなったって喜ぶような展開だったな。忘れてたわ。それにしてもこのペダルことごとく 300g 超えててちょっと重いね。カーボンクランクと合わせたら1キロ超えちゃうよ。どうせこいつなら何使っても同じやろ。チェーンステイのボロクソになってたプロテクターは、柴田のガレージオフ手前に買っておいたよ。またガレージオフかよ。もうガレージオフと結婚しちまえよ。とりあえずチャリ関係で困ったらガレージオフ行けば解決だよ。このセファールのやつも安かったからね。アマゾンで買おうとすると2000円ぐらいするからね。もっと高いやつだとトップチューブに貼るプロテクターもあるみたいだな。そっちはアマゾンで3000円超えてたね。ぶっちゃけこんなシールとかホームセンターで幅広の透明テープ買って二重三重に貼ればいいんじゃねってちょっと思ったけどね。ただでさえ貧乏ったらしいのに余計貧乏ったらしくなるやろ。ボロハンからフラットバーに交換するのに候補はこの3つあるんだよね。どうせこれもガレージオフで買ったやつやろ。ほんま好きやな。え、何言ってるの。この中でガレージオフで買ったものなんて一つもないからね。失礼しちゃうね。珍しくちげえのかよ。じゃあどこで買ったんだよ。一番下のリッチーのやつは上村パーツサイクルで2750円で買ったよ。どっかのジャンク屋で買ったやつかと思ったらまともなチャリ屋で買ったんやな。そんで青いイカついやつはオフハウスで1000円で買ったやつだよ。やっぱりオフハウスじゃねえか。ガレージオフもオフハウスも似たようなもんやろ。これは黒磯のオフハウスで買ったやつだね。と言ってもさすがにあの白いフレームに青色って合わないから使わないけどね。一番上のは初代ママチャリについてたやつだね。これは幅が少し短いから使わないよ。まあリッチーの白いやつが無難やろな。ちなみに青色のシートポストも同じオフハウスで買ってたんだよね。こいつ使いもしないものを何でもかんでも買ってるんだな。使いもしないものでもないよ。いつか使うかもしれないものを安く買ってるんだよ。それをいらねえものって言うんだろ。いつか使うものって9割ぐらい使わないやつやろ。お姉ちゃんがいつか使おうとしてるダイエットグッズは？いつか使うんや。試しに合わせてみたけどやっぱこれ合わないよね。こういうメタリックの青色ってどういうチャリに合うんやろな。グリップも調達済みでもちろんガレージオフで買ったやつだよ。やっぱガレージオフなんやな。シンクロスのグリップが300円だからね。こんなのでいいでしょ。こういう直接手で触るところを中古で買うってどうなんや。キモいおっさんがベタベタ触ったやつは嫌だけど、美少女が触ったやつなら逆にいくない？お前はキモいおっさん側やろ。まあ中古だけどこれかなり綺麗でほぼ使ってないやろって感じだったからね。グリップはこれしかないからこれで我慢するよ。ちなみにサドルも無駄に余ってるやつが4つあるから、うちのデリケートな尻に合うやつをチョイスするよ。こいつなんでどのパーツも複数個持ってるんや。1個持ってれば十分やろ。安いと思ったやつをとりあえず手当たり次第に買ってるから、どんどんパーツが被ってくるんだよね。ついでに言うとキャリパーブレーキも3セットくらいあるよ。典型的な無駄遣いやな。まあでもサドルぐらいはみんなも何個も持ってるんじゃないの？サドル沼って言われるぐらいサドルは深いんだよ。中にはサドルを枕代わりに使って寝てる人もいるとか、チャリンコ乗りにも変態っているもんやな。どうせこれらもガレージオフとかオフハウスで買ったやつやろ。一番左のやつはオフハウスで買ったやつだけど、他は違うところで買ったやつだからね。タイオカのスパイダーはブックオフで買ったやつで驚異の300円だよ。明らかに乗り心地より軽さを追求したって見た目やな。これは座るまでもなく三角木馬の刑に処される未来しか見えないから、未だに使ってないんだよね。あとの2つは SMP のちょっとお高いやつだよ。
フルシカゴーのメインに使ってるサドルも SMP のヘルってやつだね。これも最高とまでは言わないけど、あの中では一番マジって理由で使ってるよ。三角木馬じゃねえのかよ。東北に住んでるとわかるんだけど、冬と夏でサドルの柔らかさって変わるんだよね。中のクッションが寒さで硬くなるんだと思うけど、冬の時期は三角木馬溶かすよ。他の足りないパーツはこいつから剥ぎ取ろうと思ってるよ。こいつチャリ自体も何台持ってるんだよ。このチャリはスパイクタイヤ履いて去年の冬に大活躍だった生かすやつだよ。無駄に11速化してるから、11速シフターはこれから剥ぎ取って、このチャリは適当に余ってるパーツで7速ぐらいにするよ。最後に重量測って終わりにするけど、これ測った時ちょっとびっくりしたよね。お姉ちゃんの体重びっくりだよね。ちょいちょいうちに振るのやめてくれんか。これ買ってから何もいじってない状態で測ったんだけど 8.66kg だったんだよね。8kg 台ってロードバイクの中では重い方じゃねえのか。世間的には重い方だと思うけど、プルシカゴーの重さが 7.8kg あるんだよね。フロントシングルにしてゾンデ履いてカーボンクランク使って、ついでにチューブは TPU 使っての 7.8kg だからね。どんだけプルシカ重いんだよって感じだよ。お姉ちゃんですらこんなに重くないよ。言うてプルシカって2009年のフレームやからな。技術の進歩ってやつやろ。というわけで BMC のチャリ買ったよってだけの動画だったね。手前のトレックがさっきから言ってるプルシカ号だけど、今後はこの BMC がメインになるんやな。まあなんやかんやプルシカ号気に入ってるからメインになるかわからんけどね。とりあえず9月にツールと東北あるから、それまでには乗れるようにはする予定だよ。こいつの場合、しれっとプルシカ号乗り続けてそうやけどな。